天才テレビくん、ベイベーばあちゃん、ベイベーばあちゃんは NHK 教育テレビ、天才テレビくんワイド内で放送された日本のテレビアニメ。2002年4月8日に放送開始し、7月11日まで44分放送のうち5分間、毎週月曜日から木曜日に放送。9月からは毎週水曜日のみの放送となり、12月4日まで1週間。 分17分間を放送した。全53話。DVD も発売されている。神宮寺アミカは、アイドルを目指す、小学5年生。ある日、おばあちゃんの神宮寺梅が亡くなったという知らせを聞く。おばあちゃんは礼儀に厳しい人で、アミカは時に反発していたが、もう少し優しくしてやればよかったかなと後悔する。数日後、アミカに、 待望の妹、コウメが生まれるが、そのコウメに死んだはずのおばあちゃんが憑依してしまった。おばあちゃんはどうやら、アミカに、ザ・パーフェクト・ジングジ・コンテストに出場し、優勝して、自分の財産を継いでもらうために戻ってきたらしい。しかし、アミカはアイドルになりたいので、コンテストに、興味はない。アミカは、おばあちゃんの言うことを聞かず、コンテストに出場する気はなかった。 しかし、キン近近自翼港のうるわしシマレジャー化計画を知り、コンテストに出場することを決意。ありがとうございます。